引き締めろよ。勝利の合図。俺、はい。痛いぞカロン。百戦あやかりたい？なんか違うと思う。みんな気をつけて慎重に行きましょう。まだまだここからだ。おっさんやったよ。力の限り戦います。終わりだ。ブラスティア、なんか変な音してるよ。エアルを充填してんのよ。あともう少しは大丈夫。撃ってこられないわ。さっさと足元に潜り込めば敵さんも手の出しようはないみたいね。そうも言ってられないんじゃなくて。親衛隊だ。向こうからも挟み撃ち。こりゃ踏ん張っていかねえとな。相手に不足はねえ。慎重に行きましょう。気楽に行こうではないか。全員片付けたか。ぼーっとしてんなよ。ユーリ、すまないのじゃ。やっぱパティちゃん、船で休んでた方が良かったんじゃない？じゃあもう、これ式の戦いでこんな風に足引っ張るくらいなら、やっぱり。ここまで来てぐじぐじ悩んでんじゃないわよ。もうとっくに仲間なんだから気にすんなって言ったでしょ。仲間って珍しいことを言うわね、リタが。うるさい。ほら早くあのホブローブラスティア止めに行くわよ。はいはい、そういうことらしいわよ。仲間。パティ、何やってんの？置いてってもいいの？行く、一緒に行くのじゃ、仲間だからな。騎士団の任務を邪魔すると罪に問われるぞ。そりゃありがたいね。やってやる。なかったな。大菓子そっと見せそっと見せ。なかった。これなら。まだまだここから。どうだ、リタ。案の定。こっちにも術式暗号がかかってるわ。解けそうか？死ぬ気でやるって言ったでしょ。こうなったらミョルゾ行くための条件とかもう関係ないわ。騎士団のやつらの手にこの子をそのまま残すなんて絶対できないんだから。じゃあそっちは任せたよ。あら、どこ行くのカロル？さっきみたいにまた親衛隊が来るといけないから下で見張ってる。じゃあ私もお手伝いさせてもらうわ。うちも行く。パピー、元気取り戻したみたいですね。だといいんだけどね。にしてもなんかみんな妙にやる気で怖いわ。有利な影響ですよ。とりあえず俺たちはこっちで待機だな。当の本人は至ってクールなんだがですね。そう簡単には解けませんってか。親衛隊っつったか。結局連中このブラスティアで何をするつもり？騎士団戻ってきた。ここは死守するぞ。相手に不足はねえ。勝てるの？さてと無造がお出ましだぜ。こりゃなかなか骨が折れるわ。じゃあなかったのに待ってるんだ。ここは私たちが守ります。その不快に終わったな問題みなぎってきたよ。この力、正義のために。もうこいつ壊してそいつらぶっ倒す。そんなどうして。もう時間かけていられないでしょ。だってこのままじゃアフタラが。リタ、私たちが倒される、そう言いたいの？あなたは私たちを信用できないの？死ぬ気でやるんでしょ？私たち負けませんから。そのブラスティを助けてあげてください。ああ、頑張るのじゃ。ここはうちらで絶対守る。だから頑張ろう。あんたたちやってやるわよ。その代わりあんたらも死ぬ気でやんなさいよ。やれやれ。じゃあな。死ぬ気でやりますか。輝いてる和光度の仲間入りかみたいね。やれやれっと。なんだか長期戦になりそう。集中切らすんじゃねえぞ。通すわけにはいかねえんだ。あららやったじゃない。騎士団が引き上げていくよ。ブラスティアが止まったから？何だったのかしら彼らの目的は。まあいいさ、とにかくこれでトートとの約束は果たした。ジュリー頼む。ええ。扉が開いた。あれがミョルソ、クリティア族の故郷よ。こりゃあえらいもんだ。海底に咲くタンポポよりも予想外なのじゃ。あまり長いこと扉を開けておいてはもらえないみたい。急ぎましょう。バールまさか飛んでる街とはね。それ以前にあのバカでかいの何？生物みたいだけど。ふわふわクラゲさんじゃ。あれもエンテレケイヤだそうよ。話をしたことはないけど。エンテレケイヤ？それがなんで街を丸ごと飲み込んでんだ。さあそこまでは知らないの？こんな町があるなんて全く知りませんでした。気が遠くなるほど長い間外界との接触を絶ってきた町だからね。ミョルゾはこのまま近づいても襲ってきたりしないよね。大丈夫、バウルがいれば中に入れてくれるはずよ。なんか不思議な景色だよね。ちょっとあれ、クリティア族がたくさん歓迎されてない。こりゃ驚いた。本当に外から人がやってきたぞ。あらまあまあ、ミョルゾを呼んだのはあなたたち？おやおや、これはまた妙な感じだ。変わった飾りをつけてるね。ちょっとあんたら、あ、いい加減にしなさいよ。あなたみたいな小さな子がどうやってここに来たの？あんた、言われてるわよ。ん？イタッチもでしょ？この魔物ってひょっとしてエンテレケイヤかい？バウルよ。忘れてしまったの。あら、あなた、何年か前に地上に降りた。確か、名前はジュディス。そう、ジュディスよ。何かすることがあったのよね。それで。もういいかしら。長老様に会いたいのだけれど。そりゃもちろん、好きにするといい。また散歩してるかもしれないけどね。なんかおかしな連中だな。ああいうのは失礼って言うのよ。リタが言うんだ。基本的にクリティア族ってああいう人たちなの。ああいう人？明るくて物おじしない。楽天的で楽観的。良くも悪くも。ね。地上に住んでるクリティアもあんな感じじゃ。人間と一緒に住んでる分、地上のクリティア族の方が少し擦れてるって感じかね。で、長老ってのもそんな感じなのか。なんていうか、まさにおかしな人の長老って感じかしら。なんかすごい人っぽいね。いろんな意味で。会ってみてのお楽しみだな。なんかクリティア族の人たちって僕が想像してたのと違ってた気がする。ああ、それ俺様も同意見。どの辺がどう違っていたのかしら。なんかもっとこうジュディスっぽい感じを想像してたから。そうそれ、想像以上に露出が少なくてがっかりよ。あんたらそんなこと期待してたわけ。バカっぽいのじゃ。あんたらって僕まで含めないでよ。僕が言ったのは性格の話だからね。ったく緊張感のねえ連中だな。心なしかユーリも残念そうですよ。ユーリ残念なのか。そりゃあ気のせい。どうしよう。街があるなんて驚きなのじゃ。私の知らないブラスティアがたくさんある。ブラスティアを作った民、どうやら本当ってことか。そうね、こんなブラスティアを見せられればその話も信じられるわ。お嬢ちゃんの力を何とかする方法、ここで案外さらっと見つかったりして。そうだったらいいんですが。動いてないね。コアがない。コンテナだけだわ。この町はブラスティアを捨てたの。ここにあるのはみんな大昔のガラクタよ。どういうこと？それがわしらの選んだ生き方だからじゃよ。お久しぶりね、長老様。外が騒がしいと思えばお主だったのか。戻ったんじゃの。この子たちは私と一緒に旅をしている人たち。おう、これはブラスティアですな。もしや使ってなさる。ああ、ボーディブラスティアを使ってる。わしらと同様、地上のものももうブラスティアは使うのをやめたのかと思っていたが。ここのブラスティアも特別な術式だから使ってないんです。ブラスティアに特別も何もないじゃろ。そもそもブラスティアとはアパティアを砕き、そのかけらに術式を施してコアとしエアルを取り込むことにより。あ、コアがアパティアを砕いたものって？さあや、そう言われておる。アパティアの力はそのままでは強すぎたそうな。それでなくてもいかなる宝石よりも貴重な石じゃ。だから砕き術式を刻むことで力を抑え、同時に数を増やしたんじゃな。コアットはそうして作られたものと伝えられておる。皮肉な話だな。うん。ブラスティアを嫌うエンテレケアの生み出すアパティアがブラスティアを作り出すのに必要だなんて。フェローがアパティアの話をしなかったのは触れたくなかったからかもね。長老様、もっといろいろ聞かせてもらいたいの。俺たちはブラスティアが大昔にどんな役割を演じたか調べているんだ。もしそれが災いを呼んだのなら、どうやってそれを収めたのかも。ミョルゾには伝承が残ってるんだろ。それを教えてくれないか。うん、いいじゃろ。ここよりわしのうちにうってつけのものがある。勝手に入って待ってなされ。のよい、どこ行くのよ。日課の散歩の途中なのでな。もう少ししたら戻るわ。アパティア、ブラスティア、エアルの乱れ、エンテレケイア、いろいろつながってきやがった。伝承ってのを聞いたらもっといろいろつながってくるかも。長老様の家は屋根の色が違うあの大きな建物よ。わかった。パティ、行くわよ。おう、行くのじゃ。ジュリー姉は昔ミョルゾに住んでたのか。ええ、子供の頃にね。どんな子供だったのじゃ。少し人見知りで甘えん坊だったかしら。人見知りで、僕イメージ湧かないんだけど。想像の限界を超えてるな。みんなからは変わった子だって言われてたわね。はあ、だよね。あの変わった人たちに変わってるって言われる子供だったんだね。ジュディは子供の頃からジュディらしかったんだな。あなたたちの私に対するイメージについて詳しく聞いてみたいわね。